皆さんどうも、まきゅうです。今回はね、ぷにぷにの運営さんのツイッターの方でね、ミコメットのコラボイラスト公開ってことで、まあこれさ、今までペコマイのイラストだったり、あんま動画ではしてなかったんだけどね、結構、な頻度でそういうね、イラストが公開されてたんだけど、今日のイラストがね、いつもと違う様子でして、いつもあったら2キャラね、ペア同士の、コラボイラストだったんだけど、真ん中見てください。なんかピンクのさ、誰やねんっていうさ、今呼びで登場してないさ、謎のキャラがいまして、しかも運営さんはそのことについてね、このツイートで何も触れてないんだよね。だからみんな当然さ、誰や誰やってなってたと思うんで、ちょっと今回はね、そのことについてね、まあ結構もうタイトルやサムネイル分かってるかもしれないんだけど、話していこうかなと。で、自分的なね、まあ考察としては、これはね、今後の伏線になってると思ってて、だから今指とかではさすがにもうね、登場しないと思う。うん、追加キャラとしてもさすがに遅すぎると思うしね、もうないと思うんだけど、で、このキャラは何かというと、おそらくね、推しの子コラボで登場するようなね、キャラになるんじゃないかなと。いや、なんで推しの子になったってね、思う人もいるかもしれないんだけど、よくね、目のところを見ると、左目がね、光ってんだよね。これがね、推しの子のね、主人公でいいかわかんないけど、それとめちゃくちゃ似てるんで、この目光ってるの、超特徴的じゃないですか。だから、これが結構ね、推しの子の伏線と言ってもいいんじゃないかなと、この目の色がね。で、このキャラちなみに、誰かある程度分かって、多分なんだけど、コマミなんだよね。うん。見た目とか、特徴を見てみた感じ、多分コマミだから、今後はコマミって可愛い系じゃん。で、推しの子コラボで、まあ、プリペイとコラボして、それでね、コマミが登場するのかちょっといまいち分かんないけど、このキャラが登場するのか分かんないんだけど、そのまあ、伏線として使われたキャラだけなのかも、どっちなのかわかんないんだけど、このキャラを見た感じは、今後ね、推しの子コラボがね、来てくれるんじゃないかなと。逆にこれで推しの子コラボじゃなかったら、なんなんて感じだから、まあ、ただただ可愛いイラスト作ってみましたっていうのは、さすがにちょっとね、紛らわしすぎるから、何も書いてないあたりがね、最近皆さん結構伏線とかさ、やってくるじゃないですか、テンスラの時とかもね。だからこれはね、近いうちに、てか今年中にはね、推しの子コラボがね、ワンチャン来てくれるんじゃないかなと思うから、いや、ちょ、正直ね、絶対来るとは言えないけど、結構ね、来る可能性はあると思う。うん。まあ、これ見てさ、みんなのさ、予想とかもね、良ければ、コメント欄で教えてくればいいかと思います。はい、というわけでね、今回は以上になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。